長瀬十五は、福島県須賀川市出身の俳人、俳句導人士、吉光導人。俳句を二十代から始め、須賀川市の俳止、吉光で森川光雄に学ぶ。2003年、第56回福島県文学小生賞受賞。2004年、第10回吉光賞受賞。2011年、東日本大震災と福島第一。 原子力発電所事故の被害を受けた福島県を読んだ福島50区で第57回門川俳句賞受賞2013年福島50区を含む第1区集橋おぼろ福島記出版2013年俳句導入詞群上総監導入2018年第2区集三和月子出版2019年 同書で第74回現代俳句協会賞受賞。医療製品会社で品質管理や環境管理の技術者として勤務。その後、若者の就職支援活動に従事。須賀川市在住で、松明,明かしや、ボタン焚き火を俳句に読む活動を続けている。また、震災後には、高校生に俳句に親しんでもらう、須賀川俳句の集いを開催している。代表句として、 流されてもうないはずの橋をぼろ、かもひや十万年は、三和月子。福島県文学省俳句部門審査委員、福島民報俳句乱戦者などを務める、NHK 文化センター講師、日本ペンクラブ会員、ありがとうございます。